就職コンサルタントの坂本直美です。新たな志望企業選定の方法について説明します。もしもあなたが特に志望企業がないという状態だったら、あるいは志望企業にすべて落ちてしまった、はい、こんな状態だったら、今からお伝えすることものすごく役に立ちます。実は。 朝日新聞デジタルのこの3つの機能を使うとあっという間に志望企業を増やすことができますそしてしかもモチベーションもものすごく上がりますやり方を説明します本当に短時間で簡単にできますよあなたの趣味あるいは関心があるそういった言葉を過去記事検索していくんです例えばあなたが化粧品に 興味を持っていたとします化粧品という言葉で検索してみてくださいたくさんの記事が出てきますそしてその中には b to b 企業他業種からの参入企業中堅有力企業地方有力企業ベンチャー企業外資系企業シェアナンバーワン企業こういったさまざまな企業の情報が載っています皆さんところで b to b 企業ってご存知でしょうか ビジネストゥビジネス、企業間取引をしている企業なんですね。一般の消費者はよく知りません。消費者向けの商品を作っている企業ではないので、B トゥ B 企業のことはよく分かっていません。しかし、この B トゥ B 企業の中に素晴らしい企業がたくさんあるんですね。えー、実は学生が知っている企業よりもはるかに B トゥ B 企業の方が多いです。 そしてその中にはシェアナンバーワン企業がたくさんあるんです国内シェアのみならず世界シェアナンバーワンの企業もたくさんあります、はい、また学生が知らない最近の動きとして多業界からの参入企業これもとても狙い目ですし中堅有力企業地方有力企業ベンチャー企業知らないので倍率もすごく低くて受かりやすいんですねまた外資系 海海外外から日本に参入している来ている企業あるいは海外で今活躍しているでも、まあ、日本には来ていないでももしもあなたが海外で活躍したかったらこういった企業もおすすめになります。以上新たな志望企業選定の方法について説明しましたが本当に簡単なのでぜひやってみていただきたいんです。検索するキーワードもあなたが関心があるものをいろいろ入れてみてください。 そしてもちろん重要だと思った記事はスクラップ取ってくださいそれによって見つかるのみならずこの内容をエントリーシートや履歴書やそしてグループディスカッションにも使えますし内定にも実は直結していくんです見つかるそして内定も取れる素晴らしく美味しい方法ですすぐやらないと損です以上です